列車とホームの間にお気をつけてお降りください。ご乗車ありがとうございました。いってらっしゃい。気をつけてね。一日駅員さんもだいぶ板についてきたかも。こういう職業体験ってあんまりないからすごく新鮮よね。アクアが一日駅員さん体験のイベントに呼ばれなかったら、こんな体験ずっとできないままだったと思うし、スクールアイドルってすごいのね。駅でのお仕事って漠然と運転士さんや車掌さんが列車を安全に運行してるって思ってたんだけど、列車の発着以外にもいろいろあるのよね。駅の改札でのお客様のご案内とか、困っているお客様へのお声掛けやお手伝いとか、いろんなところに気を配ってるの。東京に住んでいた頃は何気なく乗っていただけだったけど、いろんな人に支えられて安全に乗れてたんだなって改めて感じちゃった。内浦に来てからはバスで移動することが多いから、電車に乗ること自体が珍しくなっちゃったけどね。でもまたチカちゃんやみんなと電車に乗ってどこか遠くにお出かけしたいな。東京以外の街にも行ってみたいし、新幹線にも乗ってみたいかも。あなたならどこへ行きたい？やっぱり東京？みんなと一緒ならどこへ行っても楽しいから迷っちゃうわね。私は、みんなの行きたいところかな。あ、もし旅をするなら寝台特急にも乗ってみたいな。この駅にも泊まるみたいよ。